Headlight flashing in late AM. Trying to back at my place again. Puzzle piece in your shape again. Wonder if you ever said my name. こんにちは。おなじみのサラです。おなじみのゆきのです。はい今日はですね、かりん東京っていうブランドの展示会にですね、サラと行ってまいります。はい、代官山に来ました。はい、店内の撮影が OK だったら撮りたいと思いますので、お楽しみ、楽しみに。はい、行ってきます。I'm all aware it won't work on paper. We can just f***ing ask questions later. Testing my luck and put it all in wager. Betting on you, cause I know you. かわいいの紹介してください。かわいいのはまず、はい、面がすごい、はい、ボタンの隙間が空いてるやつ、ここから肌が見える系のやつが出てますね。はい、よく見ますね。よく見ます。これすごいかわいいです、はい、私はちょっとこの白の、うん、ありがとうございます、はい、これかわいくない？それもめっちゃ可愛い。ワンショルなんですよ、ね。初付きだよ。そうなんだよ。これそのさ、こういうことだね。そういうことだね。可愛い。ただなんかトップスが長袖なんで、ちょっとすぐ着れなくなりそう。そうだね。今だね、今。はい。こういうなんかシア系なら夏までいいけど。がニットはちょっと暑いかな、うん、もうすでにちょっと暑くなりつつありますもんね。あとね、カラー系は結構買ったのよ。あー、買ったんだ。そうだからちょっと白い、ね、白いもの気になります。こちらがボトムス系ですね。スカートとか、それかわいい。めっちゃかわいいですよ。ドレープスカート、スリットが入ってて、綺麗な感じのドレープが。丈大丈夫そう？ちょっと短い。ちょっと短いね。それなんかサイズがあるっぽくないですか？あ、フリーですね。あ、フリーですね。失礼いたしました。確かに確かに確かに。ある可能性は。ある可能性はある。それめっちゃ可愛いですね。すごく。でもこれ大きいやつが。あ、そうですね。ちょっと短いかも。ちょっと短いか。足がちょっと長すぎる問題が。ハハハ、非常にビューティフルなピンクちゃんがありますね。ピンクも可愛いですね、やっぱり春は、ね、ここがなんかちょっと変わってる感じ。確かに確かに変わってますね、うん、やっぱ色めっちゃ似合うね、雪の。短いかも。あ、そうですね。丈感ちょっと気になりますね。ちょっとショート丈の感じ。身長がやっぱり高いので ね、気になっちゃいますね、そこはね。はい、Hey, have you been? I'm doing better. I don't waste my time like when you were mine.内観山のヴィンテージショップにやってまいりました。かわいい。シャネルが結構多いね。シャネル、ステラ、フェンディ、セリーヌとかたくさん置いてあります。こんな感じでいっぱい買います。ピアスとリンクしてます。かわいい、めっちゃかわいい。結構さ、バングル大きいの多くて、うんうんうん、重ねやついいね。そう、重ね付けできるこれね。とてもかわいい。ティファニー、これはティファニーですね。オールドティファニー。そういうことですね。ちょっと怖いのでやめて。いや、ここカチってなってるんで、ここ外して。あ、シルバーはめちゃくちゃ馴染みますね。馴染みます。馴染み
ります。シルバーの部分とシルバー925の素材で、こちらのゴールドの部分が750のお素材になってます。かわいいです。めっちゃ可愛い、めっちゃ可愛い、すごい合ってる。私どうしたらいい？いくら？でも、たま2000円。ああ、安いですね。手頃です。手頃です。手頃です。ぜひご検討ください。ご検討ください。ご検討ください。こちら。こちらのシャネルのマトラッセがめちゃくちゃ可愛いです。今日の服にもすごいぴったりで。可愛くないこれ。めっちゃ可愛い。気になる方は店舗まで。花をいただきました。可愛い、めっちゃ。ね。こちら黄色にしました。可愛いです。とても。なんか5周年記念でやってたみたいです。来店したらもらえました。めちゃくちゃ美味しそう。見てこれ。うわー、これ何？卵黄？卵黄と塩昆布と、めっちゃ美味しそう。やばの。これね、バーミキュラで炊いたお米なんだって。無水調理みたいな。そういう感じなんだ。ではゆっくり。はい。サラはかぼちゃのプリン？うん、かぼちゃのプリンです。美味しそう。めっちゃ美味しそう、ね、なんかどっちもバーミキュラ仕立てらしいです。はい、どうやってやったかは知らない。はい美味しそう。食べましょう。いただきます。いただきます。この絵面めっちゃおもろくない？間違いない。うーん、え、何この絵面を撮ってる。うん、マジでおもろ。プリンなのそれ？プリン、かぼちゃのプリン。美味しそう。めっちゃ美味しい。ケーキみたいだね。ケーキ。ケーキみたいな感じ。めっちゃ美味しい。え、あと何ヶ月？あと2ヶ月だね。早っ。早いよね。まだまだじゃん、トマさん。そうなの。超あった今。うん。やっぱ旗から見たら変な人だよね。マジで変な人。この価格感ものすごい。うまい。相当面白い。でも代官山だからまだ変な。うん。この。いそうだもんね、全然。そう。パウンドというですね、代官山にある雑貨屋さんっていうのにちょっと来ましたので行ってまいります。寒いカフェでですね、2、3時間語らいまして外に出たんですけど、まだ明るいというね、さすが春でございます。行ってきます。さっきのお店の隣にあるお洋服屋さんに来ています。めっちゃね、かわいいお洋服がいっぱいあります。この辺のね、靴とかもめっちゃあって、
クラークスの黒がちょっと気になっており、欲しいな。でも次買うならゴアテックスにしようかなと思ってて、ちょっとね値段が1万円くらい上がるのでね、要検討です。黒がめっちゃ可愛い。はい、ということでですね、たくさん大根山を散策してまいりました。楽しかったです。では今回の動画は以上になります。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。バイバーイ。